ひばばい戦、行くぜ。わかった、宗介。チェンソール、セット。レッツゴーオン。バル、イーグル。みんな、こんにちは。ということで、本日もやってまいりました古原靖久 TV よ。はい、ということで本日もコラボ会なんですけれども、今回のレジェンドはですね、なんとあの太陽戦隊サンバルカン、唯一レッドが交代したというあの2代目サンバルカンのバルイーグル、ひば隆之役の五代隆之さんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。いや嬉しいですね、テンション高いね。いやまず僕とその五代さんってそもそもどういう関係なのって結構ね、やっぱねみんな結構気になってる方も多かったみたいで、質問とかも多かったんですけれども、まず同じ事務所っていうところで、ありましたね、はい、所属していた事務所がもともと僕と五代さんは一緒で、なんなら僕は五代さんに何か作品に入る前いつも連絡して、五代さんちょっと見ていただけないでしょうかみたいなことをずっとまあやらせていただいて、すごくお世話になっていた方なんですね。デンジンザボーバー、ありがとうございます。あったよね、デンジンザボーバーの時も。そうだから、うん、こうやってダッデンジンザボーバーゴーって多分みんなね、知ってるとは思うんだけれども、僕のファンの方はあれずっと五代さんのまあ本当にマンツーマンで指導していただいて、それこそ、絵になったっていうのが背景にあるということなんですね。でもね、勘がいいんですよ、やっぱりね、教えてでもすぐこうスッと入ってくるからね。あ、本当ですか。素直だね、そこら辺はね。いや、ありがとうございます。変な癖があるとなかなか抜けないもんなんだけど、そこら辺は本当ですか、うん、なかなか嬉しいです、本当に、うん、そうだから、実は戦隊の先輩でもあるんですけれども、うん、事務所の先輩でもあったんですね、うん、だから五代さんと僕の付き合いといったらもうだからもう15年以上ですよ。だから簡単に言うと最初に出会いから含めたりとかしたら、うん、でそれこそ五代さんは五代塾というね、うん、要は塾をやってらっしゃって、そこでは演技だったりだとか、うん、いつも助けていただいたっていうふうなことだったりとかするんですけれども、うんうん、今回は、うん、五代隆之さんにですね、それこそ戦隊の先輩としてサンバルカンのバルイーグルとして来てもらってるということで、めちゃくちゃ僕はテンション上がっております。でも古原君とこうやってね、はい、一つの VTR を撮るっていうのは初めてだね。そうなんです、実はゴーオンジャーの時は一緒だったんですよ、でも五代さんはその時声の出演だったので、ね、うん、ノコギリバンキとチェーンソーバンキ、うん、そう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 、はい、ノコノコ出てきてギリギリ退場に万歳みたいな確かあったと思うんですけれども、うん、あれは楽しかったね。いやもう本当に楽しかったですし、うん、僕からするとやっぱすごく嬉しかったです。いやでもノコギリバンキにしても、はい、やっぱり古原がいるっていうのを聞いたんで、おー、それで OK 出してるからね。え、そうなんですか。そうですね。マジですか。あ、めっちゃ嬉しい。やっぱりそういう自分の可愛がってる子がいるところには、はい、やっぱり貢献できたらいいなと思うし、もう、まあ、東映さんには当然ねお世話になってるからあれなんですけども、はい、いやもう古原くんが頑張ってるからじゃあっていう話ですよ。ありがとうございます、ね。で、まあ、僕がその思う、まあ、そのサンバルカン、まずずっと3人ほうずっと3人、うん、今でこそ追加戦士がいたりとか、うん、多い時で十何人とかあるんですよ。あ、そう、そう。でもサンバルカンに関しては赤青黄色のこの原色のみでずっといくわけですね。シンプルだよね。シンプルです。さらに女性がいない、うん、はい、っていうところがやっぱりうん、すごい強いなっていうふうに、うん、思うのと、珍しいよね。いや、あんまりっていうか多分ないんじゃないですか。未だかつてないですかね。未だかつてないと思いますね。あとやっぱりサンバルカンといったら唯一レッドが交代した作品、うん、それも初めてだよね。初めてで、うん、今のところ最後です。最後ですか。今のところ2代目のレッドっていうのは多分出てきてはいないと思うんですけれども、うんうん、やっぱりサンバルカンでやっぱ一番気になるのは、五代さんは確か22話の予告で一番最初に出てくるんですよね。あ、そう、はい、うん、で次23話で、
なんか交代式をちゃんとして、うん、大橋龍介と、はいはいはい、でそこでバトンタッチをして要は2代目バルイーグルになるんですけれども、うん、そこってそもそもなんでそうなったのかってやっぱみんなが気になるところだと思うんですよね、うん、僕もだからね後から入ってるから、はい、どういうことが起きてそうなってるのかわからないんですよ。なるほどなるほど、うん、だから僕は入った時とにかく川崎君も頑張ってたし、はい、その後に僕が入る時にはもう前のチームワークができてるわけじゃないですか。そうですね。そこに入るのはきつかったですね。だからいわば、うん、今でいう追加選手みたいなことなんですよね。そう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 、気持ちとしてはレッドだけど代打みたいなね。代打そうですよね。はい、うん、でやっぱりその大橋龍介と日場孝之のこのね、うん、あとは頼んだぞみたいなのあるじゃないですか、うん、その要は交換式というか、うん、それの時でなんか会話とかってあったんですか、龍介さんの方とは。これからよろしくお願いしますみたいのがあって、いや僕もこれからよろしくお願いしますって、はい、まあお疲れ様でしたっていうぐらいですよね、はい、具体的に何があってどうなったのかわからないわけだし。あ、なるほど。ただ、うん、あの僕も点々点っていう中でもう入っていったんで、はいはい、で一番あれなのは前彼がやってたものをちょっと拝見して、はい、じゃあどういうものをイーグルとして引き継いでいけばいいのか。うーん、イーグル像ってのはやっぱり引き継いでいかないと一つの作品として、はい、真ん中から別物になっちゃったっていうところもあるじゃないですか。確かにそうですね。で NASA イーグルバル、はい、イーグルっていうのはどういうために、世界平和のために動いてるのかって、フォルシーとか、はい、男気というか、はい、チームワークというか、そこら辺をちょっと学ばせてもらいながら入ってたんだけど、はい、入るとまたいろんな違う面があるし。あ、そうですね。当然あの我々だけ俳優陣だけで作るのではなく、はい、監督がいいの、当然脚本家がいいの、はい、プロデューサーがいいの、それから、立石がいい、うん、同じアクション俳優がいい、はい、仲間の杉君とかね、はい、みんないるわけじゃないですか。そうですね。ね、はい、イエローもいるし、だからそこら辺のコミュニケーション全部トータルしながら、うんうん、そこでチームワーク作っていかなきゃいけないんで、はい、そうですね。僕は最初としてあの川崎君が作ってたそのチームワークっていうリーダーシップを、はいはい、僕なりに作っていかなきゃいけないなと思ってるんで、プレッシャーですね。プレッシャー、うん、だから過剰に出したかもしれない。あー、なるほど。チームワークっていうのも、だからスタッフにしても、はい、いろいろ付き合いもしたし、はい、ジャックの山岡さんっていう立石の方だったんですよ、はいはい、でまずバルイーグルのアクションができなきゃいけない、はい、それで僕あの新大久保にあるジャックの体育館があるんですよ、はい、トレーニングしてる、そこへ通わせていただいて、一緒にトレーニングをやらせてもらって、でもめっちゃ動いてましたよね。だから教わったんですよ。もともとできたわけじゃないですか。いや、もともとタクションアクションは西部警察でやってたから、はい、ですよね。できるんだけども、はい、またイーグルはイーグルの違う動きなんですよ。あ、なるほど。トランポリンで宙返りしてみたり、はいはい、全然できなかったんだけどできるようになったり、でもめっちゃ運動神経いいですもんね。高いとこから飛び降りたりね、はい、うん、やってた。それも山岡さんに教えていただいて入って早々、うん、もうすぐにピンチに遭うんですよ、うん、まず浜名湖ネッシーっていう会があって、うんうん、そのボートにこう、うん、鎖で繋がれて爆発しそうになるところをね、うん、なんとかね、うん、あの助けられてみたいな感じだったと思うんですけれども、うんうん、あのシーンいかがですか。あ、だから懐かしいですよね、はい、あれが一番思い出があるっていうか。あ、やっぱ最初の方ですもんね。ディステル2浜名湖っていうところでね、はい、行ってね、はい、いろいろサポートしてもらってやったんだけど、モーターボートもね、初めて操船してね。あ、そうだったんですか。そうそうそう。で、怪獣と一緒にね、怪獣、はい、怪人、はい、モンガーですね、モンガー、はい、それとボーンって入ったら、はい、やっぱりあのここだけの話、スーツって結構水入る、はい、こっから。いや、ですよね。そうすると、はい、彼も泳げなくなる。あー、なるほど。ボンボンボン、はいはいはい、それこう引きずりながらこう大丈夫かって言いながら、あれ、とか、待って引きずり込んだのはモンガーの方ですよね。でもちょっと助けないと危なかった。なるほど。で、うん、引きずり込んだのはモンガーの方だけど、五代さんが大丈夫かって言って助けたの、うん、もうそっか、死んじゃうもん。だから結構大変ですよ、ああいうの来て水に入るっていうのは。そうですよね、うん、いや絶対大変だと思う。あの武田君って、はい、武田さんはあの立石でいるじゃない、はい、彼もだから僕の代役で
ヘリコプターから吊るされて落ちたりする人とか彼が僕の代役をやってくれてもうマットギリギリに落ちてきて、はい、あー危ねえと思って。いやでそこでちょっとね聞きたいんですけど、どこまでが本人やってたのかってやっぱすごい気になるんですけど、うん、あの山根との44話で、うん、山根いたじゃないですか、ね、親友のデビュー、ね、はい、うん、同じ、うん、あの要はなんだろう訓練生時代を過ごした。あれほとんどやってますよ。あ、橋めっちゃ高い橋から川に落ちるシーンあったと思うんですけど、うん、あれは落ちてないですね。あれ落ちてない、さすがに。いや、うん、うわ高っと思って。でもヘリコプターからこうボン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 プリンスがこう爆発するところを俺が車でこう行くのは実際にやってます。自由でやってるんですか。やってますよ。いやもうその回で見てほしいんですけれども、とにかく大規模な特撮が行われていて、うん、もう見た目がもう本当にすごい砂漠みたいなところとかでジープをこうやってバーッと走らせて、そう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 、ボカーンボカーンで上からドド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 みたいな。あれ本物ですよ。だからやば、本当にヘリコプターを呼んだってのはすごいと思わない？すごいです。お金かかってますよね。いやめちゃくちゃお金かかってますよね。あの回だけで多分相当、うん、だってしかもフィルムの時代ですし、うん、やっぱお金すごいかかってるなって。だから なんでお金かけたのか鈴木さんに聞きたいぐらいだよね。これ聞きたいですね。多分あのシーン、あの多分話が一番お金かかってるんじゃないですか。それこそお金言ったら54話、何話だったっけ。44話です。44話だった。はい、山根の会話、ヘリ爆破みたいなね。そうです。あれタイトルもね、ちょっと僕メモったんです。タイトルまだちょっとごめんなさい覚えてないんですけど、僕もあれが一番なんかこうあイメージに。さすがです。大ダストヘリ爆破ですでしょ。はい、大ダストヘリ爆破なんですけれども、うん、そうこのね山根がまたねいいんですよね。これもともとその日場貴之と親友であった山根がテストパイロットとしてこうやって入ってくるわけですよ。日場的にはもう大親友というふうに思ってるんだけれども、山根が途中裏切るんですよ。このロボットサンバルカンロボの設計図を盗み出すみたいな、うん、でも日場はいやあいつはそんなやつじゃない、なんでこんなことをって怒りながらも、やっぱ心のどこかでやっぱり山根を信じていて、で山根が実は仲間をも欺いて敵の総統と会って敵をやっつけようって思っていたっていうのが後に分かるんですよ、うん、その時にやっぱりお前はそうだったのかって言って、すまんでも俺はお前に嘘をついたって言うんだけど、最後がっちり肩を組んでそんなこと言うなよ、お前は俺と親友じゃないからで終わるっていう、あの回がめちゃくちゃ好きです僕は。ああそうですか。大好きですね本当に。でもとにかくあのすごくセメントを浴びたなっていうのを。いや浴びてました。でまあプリンスっていう、あ皆さんわからないかもしれないけど、もう今でも有名なプリンスさんという方がこう火薬をこう仕掛けてくれて、はい、で五代ちゃんあそこのすすきを立てとくからね、あそこで爆発するからね、そしたら今度この奥のすすきでまた爆発するからねって言ってって、一発二発目でボーンと目の前で真っ白です。見えない確かに見えない。でも止まるわけにいかない。確かに走り切りましたよ。ですよね。で一発がお腹の下でボーン来たんですよ。ブンッと浮いちゃって、じゃあガチですね。ガチでいきましたよ。だからいやでも確かに正直爆炎ってもう見えなくって、ただ止まっちゃうとまたそれの準備をしなきゃいけないから結構大変なんですよね。でもねあの時代っていうのはね、うん、そういうの大好きだった。変な話。あそうなん。もう西部警察のせいかもしれないけどそのせいもあると思うんですよ。どんどん爆発で、はい、その中でも泥だらけになってやるっていうのが大好きだったね。なるほど。あいやいや、だから怖いんじゃなくて好きだった。五代さん自体も好きでした。俺も好きですよね。うん、だからヘリコプターから飛びるとか本当にやりたかったところなんだけど。あそうなんですか。いやでもあの時の五代さんはもうめちゃめちゃ動いてましたもんね。今でこそそれこそ盾もねやられたりとかしてますけれども、その盾といったら五代さんが入ってあの2代目のバルイーグルになってから日本刀をね使った芝返しだったりだとか、ね、十字切りとかいろいろあったと思うんですけれども、それはやっぱり五代さんのことを生かしてですよね。たまたま僕が入った時にあなたは何できますかってプロデューサーから聞いて、はいはい、僕の取り柄っていうと剣道で、はい、あの神奈川県で優勝したよっていうぐらいのことぐらいしかないんで、剣道は得意ですよって話したら、じゃあ剣を使おうってなったんですよ。でたまたまその新堀さんっていう僕の、はい、中に入られてスーツアクターやっていらっしゃる方が、はい、この盾を得意な方だった、はいはい、だからそれがミックスしていいのができたんじゃないですかね。いやめちゃくちゃかっこよかったですし、うん、それこそ生贄で女の子が連れ去られそうになったところを棒切れで敵をこうやってね
そう、一周するところとかありました。あ、そう、はい、めちゃくちゃあれも良かった。あの蛇のね、あの回なんですけれども、すごくかっこよかったですね。よくご覧になってる。いや、見てます。もう本当にこのと今週1週間も柴田海樹付けでしたから、僕ずっと、はい、柴田海樹の、うんうん、その役としてやっぱ意識してたことって何ですか？うん、意識してたことっていうのはやっぱり、正義の、当然ね、ヒーローであるから正義の味方でなければいけない、はい、でブラックマグマという悪い集団がいろんな悪さをしてくるわけですよ、はい、国民に対していろんな悪さをしたり、子供に対して悪さをしてくる、はい、それを防がなきゃいけないっていう正義感の塊なのかな、あの3人は、そうですね、イーグル、シャーク、パンサー、はい、ね、主役やってて、はい、危機感は感じたことない。危機感っていうのは、うんうんうん、要するに戦隊もののヒーローで1年間やるわけだから、はい、絶対死なないよっていう、あー、なるほど、あるじゃない、はい、でもこれがリアルだったら、ひょっとしたらこれが最後になっちゃう、浜名湖のネッシーが終わりになっちゃうかもしれないなっていう出てすぐに危機感を感じ、まあ、ないんだけど危機感を感じながら役者は演じなきゃいけないんですよ。なるほど。だからそこら辺、ね、僕はヒーローだから絶対死なないよっていう演技しちゃうと、うん、危機感が伝わらないじゃないですか。なるほど。だから一話一話戦う時にはもうダメかもしれない、でも頑張るっていう自分の中のやっぱり信念というかな、そこら辺はずっと大事にしてきましたね。だからもしできたかなという部分であるならば、はい、例えばアマゾンキラーがいるじゃないですか。いますね。ねえ、はい、香川さんがやって、はい、バーって、だからドラマの中でアマゾンキラーをこう相対した時に戦って、なおかつ彼女の間違った心を綺麗な心に変えれないかなっていう、そこまで考えてやってたよ。なるほど。いや、すごいだけど悪を善にできないかなっていう、それが柴田海樹ができないのかなって、人として。いや、深いな。それができるようになったらねえ、うん、毎日カレー食べてましたよね。パンサーはね、あ、パンサーじゃない、誰だ、いや、シャーク、パンサー、そう、パンサーです、うん、ヒョウですね、ヒョウ、はい、もう、なんかサンバルカンってちょっとゴレンジャーを受け継いでる部分が多いなっていうふうに思いました。あ、まだだって近いからね、はい、ゴレンジャーが終わって何作目でしょ。そうですね、だから5作目結構古いんだよね。はい、すごい古いですね、うん、もうレジェンドです、多分レジェンド中だから僕の今来てるチャンネルの中で一番レジェンドです、うん、誠直哉さんは、誠直哉さんまだお会いしたことがない。あ、そうですか、素敵な方ですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、いつでお会いしたいなっていうふうに、もちろん男の中の男って感じですよね。うん、ちなみに誠さんとのそのエピソードなんかあったりしますか？僕はそのたまたま東映でこのサンバルカンやらせていただいた後に、はい、その東映のこの事務所があるんですけど、はいはい、そこがサンバルカンのブースであったり、はい、プロデューサーがいるところで、その並んでこっち側に特捜最前線のスタッフルームがこう併用してあったんですよ、はい、広い部屋を分割して、はいはいはい、それでサンバルカンの人を僕が出入りしているうちに、特捜のプロデューサーの人たちもおはようございますと挨拶するようになって、はい、なぜか分かんないんですけど、これ終わった後に特捜最前線 の藤岡弘さんがしばらくハリウッド映画撮り行くんで、はい、その間の7話を僕に振ってくれたんですよ。それで速水刑事っていう、はいはい、刑事役で、はい、そこにスポンと、7話入って、その時に一番お世話になったのが誠直哉さんとか。え、ちょっと待ってください、その作品は藤岡弘さんと誠直哉さん、そして五代隆之さんが出てるんですか？そうそう、だから藤岡さんがいない間僕が代わりにそこに入った。めっちゃすごいですね、その番組だって一応レギュラー扱いですから、ね、うわ、すごっ、うん、知らなかった、そんな番組あるんですか？だから西部警察やった経験があるから、はい、あ、刑事ドラマかなっていうのでイメージは湧いてたけど、あの渋い、はい、渋い、はい、本当の本格派の特捜最前線っていうのは本当リアルな刑事ドラマじゃないですか。あ、私みたいな若いのが入っちゃっていいのかなっていうぐらいなところで、でやっぱそのゴレンジャーのその系譜を受け継いでるのがちょっとサンバルカンっていうふうにさっき言ったんですけれども、うん、それはそれこそバルカンボールもそうですし、そのあとはカレーが好きなところだったりとかもするんですけれども、うん、実はこのサンバルカンってデンジマンの流れも一部
入ってるんですよね。あ、そう、はい、それこそあの女王いらっしゃるじゃないですか、曽我さんね。そう、うん、あのヘドリアン女王が実は、うん、そうデンジマンの時代の、うん、要は悪の敵だった方が、うん、今こうやってヘルサターンと共に、うん、機械帝国と一緒になってるっていうのが、うん、またこれ面白い一つサンバルカの特徴かなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、そっか、五代さんは最初からいるわけじゃないから、うん、もう入ってきた時にはいたんですもんね。いらっしゃいましたね。ですよね。こんな頭していつも唇がラメですごくてすごい癖の強い、うん、でもチャーミングな人ですね。いや確かに可愛いでしょとか言ってましたもんね、うん、あの劇中とかでも、うん、そうだからなんかそういった意味でもサンバルカって他の戦隊にはあまりない、うん、そういった受け継いでる部分もあったりとかするのかなっていうふうにちょっと思ったりとかもしていましたね、うん、その後核レンジャーみたいなのも出たしね。そうなんですよ、五代さん実はカフレンチャーに関しては、あ、まあ、純粋に本当だったらサンバルカンやってるからもう他の番組は出ないよっていう。あ、五代目レッドなんですね、五代さんって。シャレ言ってるわけじゃなくて。違います、あ、違います、五代だから、あ、違います、そういうことじゃなくて五代目レッドなんですよ。そう、ゴーカイジャーの時の出演時エピソードなんかあれば教えてください、うん、今イーグルは何をしてるんだろうっていう多分ファンの人たちの気持ちも考えてプロデューサーたちがあの脚本家にお願いして多分そういう設定で作ったんじゃないかな。柴田海樹はあの時何の何かの創刊とかなんですかね、もうね。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。